はどうもこんにちは、えー、今日はひざ関節の理学療法というところで、えー、解剖機能評価と介入、立位姿勢歩行分析ですね。でそこから実際に膝ざへの介入例の提示をしていきたいと思います。 まず解剖と機能なんですけども膝関節は大腿骨、脛骨、室外骨からできていますそして関節としては室外大腿関節と大腿脛骨関節があります膝関節の特徴としては骨の形態的な安定性は少なくてじん帯関節包筋半月板に,によって安定性を得ています で解剖学的な特徴として大腿骨内側下の方がえ外側下の方外側よりも大きくてこれによって、えー、スクリュー・ホーム・ムーブメントが起きていると言われていますで十字じ帯はですね前十字じ帯と後十字後十字ん帯はひざ関節屈曲位で交差することによって膝が安定化しますでこれはですね過重応答器で膝が曲がる この時に十字じ帯によって安定性を得ていますで。あと関節法ですね。関節法が膝を包んでいて、活液法として室外情報があって、室外骨の動きの効率化に寄与しています。で脂肪体として室外科脂肪体があります。で筋肉としては、前面に大替四頭筋、後面にハムストリングス、湿下筋、被膚筋があります。 で方向筋、発筋、半径、腰筋で、画足部、肩、えー、骨の、肩骨側面の内側部について、画側を形成しています。そして、長形じ帯が、えー、外側部のガーディー結節の方についています。で膝伸展最終域で肩は外旋しますよ、と。これが、この動きのことをスクリューホームムーブメントと言います。で膝屈曲開始時には、えー、内旋します、と。 え、硬外旋のロックを外して内旋していきます。膝の大きな機能として、膝伸展位での体重指示ですね。これが最も重要だと思います。で、膝がいくら曲がっても体重を支持できないというのであれば、えー、それはあの歩行などできないですし。しえー、まあ膝が伸びる伸展するのと屈曲するの。どちらが大事だと。 そういう聞かれ方をしたら、進展して体重を指示できる方が大事だと私は考えています。でもちろん、屈曲機能も重要で、クリアランスを保つと。 まあ足を浮かせるクリアランスを保つということに重要ですし走ったりするときには膝がしっかり曲がる必要がありますし階段を上るとき降りるときも膝が曲がる必要がありますし、えー、正座をするときは160度ほど、えー、膝が曲がる必要があります、えー、荷重としては肩骨で90%腓骨で10%受けています腓骨頭にはですね大体二頭筋と外側側腹靭帯がついていて外側の支持機構になっています 肩、えー、骨内側面の関節面の形状なんですけども、平坦か横、凹、え、面、ー、くぼんだ状態になっています。外,外側面に関しては平坦か、突面で少し出っ張った形になっています。膝関節は整理的な外範囲になっていて、170度から175度です。私は175度というふうに簡潔にした形で覚えています。で この生理的な外反角度も重要ですし、頸骨が立った時に頸骨が垂直に立つというところが重要だと思います。これが、えーとですね、角度が175であっても、頸骨が内側傾斜してたり外側傾斜していると、えー、荷重を支えるという意味では、えー、今一つな状態だと思います。で頸骨、筋、関節面はほぼ水平な、えー、になっています。 関節包は肩骨大腿関節と室外大腿関節を包んでいますそして関節包の内面は滑膜で裏打ちされています、えー、歩行時に膝関節にかかる圧迫力は体重の2から3倍というふうに言われていて、えー、さらにですねちょっと驚くべきことは最大等速性膝伸展運動をすると9倍もかかるというふうに言われています。 そして半月,です、ね、半月の機能としては接触,面積を増やす接触面積を3倍に増やしているとで面積を増やすことによって圧迫力を分散させていますそして、質化筋と半腱、腱腰筋と連結しています。 進展可動域はです、ね、進展10度、屈曲140度が、えー、正常可動域になっていますが、日本人の場合は正座をしますので160度、正座する方に関しては160度必要です。えー、膝関節の回線可動域はです、ね、90度屈曲位で、えー、50度動きます。で外線が内線の割合が2対1で動くということで、おおむね33度。 と17度ぐらいの割合で動いていいてるというとうころになりますで膝伸展位では回線しない、えー、これはですね靱体が緊張して回線しない状態になっていますで完全進展からの膝屈曲の時に、えー、肩は内旋しますで体外旋位でロックしているんですけどもこのロックを外す機能になっているのが質化筋と言われています で、MCL、内側側腹腔帯は最大で20%伸長します。で、膝屈曲位では MCL、MC LCL の効きが悪くて、えー、精度が弱いです。式としましては、えー MCL ですね、内側関節法、高内側関節法、半膜腰筋腱、十字じ帯、外側への骨の圧迫、外側半月の圧迫、内側室外死体、画足、被腹筋内側等と言われていますで。内反を制動する組織としては LCL、抗外側関節法、高内側関節法、質過筋腱、 球状質下人体、帯、長径じ帯、大腿二頭筋、十字靭帯、内側への骨の圧迫、内側半月の圧迫、皮腹筋、外側等と言われています。え評価なんですけども、評価としましては、疼、えー、痛、主張、脚調査、アライメント、えー、膝屈伸の運動、室外骨の可動性、スクリューホームムーブメント、ハムストリング、ス、皮腹筋の柔軟性、千筋膜、皮膚。 足関節、側部からの影響、股関節からの影響、骨盤体幹からの影響、立位姿勢、歩行分析などを行っていきます。えー、まず、頭痛なんですけども、えー、まあ部位と強さ、経過、再現性について評価していきます。まあ、部位として、 えーまあ、代表的なところは、室外腱、室外科、脂肪体、そして、えー、内側室外視体、外側室外視体、MCL、えー、MC LCL、えー、室外骨、上炎など、そのあたりを見ていきます。強さに関しては、えー、ビジュアルアナログスケールであるとか、フェイススケールなどを用いて、えー、見ていきますし、えー、臨床的にはやはりフェイススケール。 顔の表情を見るとか、痛いところを手で押さえるであるとか、まあ、あとは痛い時の動きの状態、体の反応を見ていくなどして、痛みの強さを評価していきます。その痛みビジュアルアナログスケールや NSR で、NRS で強さが3とか5とか言うんですけども、その主観的な数字に加えて、そのフェイススケール、 表情、痛い時にどんな反応を手で押さえるのか体を反らしたり逃げる、逃避的な運動があるのかそういったところを重ね合わせて見ることによって痛みの客観性というのが増し痛みの評価の客観性が増してきますのでそのようにやられたらいいかなと思いますで、あと経過を見ていきます全体的に経過を追うごとに痛みが減っているのか悪くなっているのか 同じぐらいなのかというところを見ていきます。そして再現性というのが重要で、えー、何かをしたらここが痛くなる何かしらの法,法則性があるのかどうかというところが重要だと思います。で再現性のある痛みに関してはやはり理学療法で対応していく必要があ,りあると思いますし再現性のない 痛みに関してはなかなか取り扱いが難しいというところがあります、えー、昨日は痛かったんだけど今は痛くないわって、まあ、痛くないですからねなかなか対応しづらいという部分がありますそして安静時痛ですね安静時の時に痛いかどうかというのは重要な評価になりますで安静時も痛みの出る時間帯夜間なのか真夜中なのか朝方なのか えー、昼間から痛いのかっていうところを、えー、評価していきます。まあ、よくあるのは体温が下がってくると痛いということで朝方痛いとか真夜中に痛いとかっていうふうに言われる方が多いです。で体温が温まってくると痛くなくなるということが、えー、ありますのでその辺時間帯の再現性があるのかどうかというところも、えー、評価していきます。 で、安静時痛に関しては、特に夜間痛があると睡眠が阻害されますので、これを夜間痛を落としていくというのは、えー、理学療法の重要な役割になってくるかなと思います。で、次に運動時痛ですね。運動時の時の痛みに関しては、大きく自動運動をした時と多動運動をした時の痛みを見ていきます。で患者さんは痛いので、 特に痛みが強い人の場合は多動でやるよりも自分で動かしてもらって評価していった方が恐怖心を抑えながら評価することができますのでまずは患者さん自身に動いてもらって痛みを評価していく必要があると思いますで膝の痛い角度であるとか痛みの出る範囲ですね痛みの出ない範囲 といいうのを明らかにしていきますで強さを明らかにしていきますし、当然、部位も明らかにしていきます。でなるべくです、ねえー、ここまで見てきたところでは疼痛の扱い方を考えると、その触らない、セラピストはいきなり触らないということが僕は重要だと思います。患者さんにまず教えてもらう。 でまず動いてもらって痛みがどんな感じなのかというところを徐々に明らかにしていくというところが重要だと思いますいきなり触って痛みを出してしまうと、まあ、患者さんに恐怖心を与えますし信頼,性も信頼も損なうことになりますのでセラピストはいきなり触って痛みを出したりしないというところを注意する必要があると思います。 で、ある程度痛みの全貌が分かってきたら、圧痛を確認していきます。圧に関しては、圧ポイントとしては、私がよく確認しているのは、室外圏のところ、内側室外したい、外側室外したい、えー、LCL の部分、MCL の部分、そして画側部分ですね。で、あとは、えー、室外上演の部分ですね。そういったところを、えー 圧ポイントとして毎日、えー、理学療法を前に評価して、えー、痛みの経過を追っていますで圧を見る時に押す強さを3段階に変えて、えー、評価しています、えー、弱い力で押す中くらいの力で押す強い力で押すというところでこの3段階に分けて、えー、痛みの評価をしています弱い力で押す 押して痛みが出るようであるとやはり痛みが重度だというふうに考えられますし徐々に良くなっていって強く押した時だけ痛いっていうふうになってくるとまあこの痛みは良くなってきたなっていうふうに考えられますし最終的には圧がなくなるという段階を踏んでいくと思いますので押す強さを3段階に変えて押していくというところをちょっとやってみると えー、より痛み圧の評価を詳細に行うことができるかなと思います。で次に過重時痛ですけども、えー、立位で、えー、痛みがあるかどうかあとは過重量を、えー、増減させた時に、えー、その増減に呼応して痛みが強くなるかどうかというところを見ていきます。で あとはアライメントですね。外反した時に痛い、内反した時に痛い、膝を曲げた時に痛い、などを見ていきます。そしてある程度、えー、どういった形にしたら痛いっていうのが分かった状態で歩いてもらう。で、歩いてもらった時にどこが痛いかを評価していく。あとは階段を上る時、降りる時がどういう風な形で痛みが出るかを評価していきます。で、糖痛の ある人の理学療法の基本的な考え方としては痛みを出さないようにトレーニングをしていくというのが一つ大事なことだと思います痛みのない可動域で運動していく痛みのない強さで運動していくということをやっていくことによって痛みを軽減していくことができるかなと思いますで特に夜間痛がある場合はですね夜間痛を落としていくことで 良質な睡眠をとっていくということができて身体の回復にもつながるかなと思っていますであと痛みとしては、ですね圧痛に関しては組織、そこの組織のの、えー、組織のが悪いと組織に何かしら問題がある可能性が高いというふうに考えられます。で もう一つですね、歩行とか動作時に出てくる痛みというのは前頭葉で処理されたものを痛みとして感じているというふうに言われていまして、まあ認,知ですね、認知された痛みというふうに考えられますで圧痛に関しては組織の痛みになりますし、えー、一,一時感覚やで、えー、認識される痛みというふうになります 動作時痛に関しては前頭葉で処理された痛みというふうに言われています主張に関しては、まあ、炎症、熱管、集計、経過の方を見ていきますで炎症に関しては血液検査 CRP などの、えー、血液検査の項目も見ながら患部がどういった状態かを見ていくとで熱管ですね熱いかどうか 赤くないいかかどうかを見ていきます集計に関しては、まあ、触った時のボリュームもそうですしメジャーで測って、えー、日ごとにどうなっていくかっていうのを見ていく必要があると思います。で経過としては日の中で増減朝は、えー、むくんでるんだけど、えー、動くとむくみが取れるとか、えー、朝が一番むくみがひどいとか夕方が一番むくみがひ,ひどいとかそういう 日の中での変動を見ていく必要もありますし経過で、長い経過で主張がどうなっていくかというところも評価していく必要があると思います。でまあ、介入としては、疼痛のところと被りますけども疼痛を出さない炎症を悪化させない範囲でのトレーニングを継続していくというところあとは、居上位でのトレーニングを入れて循環を促していくというところ。 あとはですね、活動量の調整をして、えー、炎症を悪化させないと。歩く距離を絞るであるとか、過重量、過重下でのトレーニングを減らすであるとか、えー、そういった活動量の調整をして、疼痛であるとか主張のコントロールを行っていくというところ。あとはですね、活動量を徐々に上げていく場合でも、まあ、痛みが出ないことを えー、確認しながら徐々に上げていくというところが重要になると思います。あとは適宜関連療法など利用したらいいかなと思います。えー、客調査なんですけども、客調査に関しては、えー、僕はですね、SMD、TMD をまあ、膜着で測るということと、あと、上前直骨曲と測定面の距離ですね、これを見ていくようにしています。で、これはですね、業界と立位で見ていくと。 いうところですねで行外で、えー、除前腸骨極を触る室外骨上縁を触るそして測定面を触ってみて左右の高さを比べていくというところを見ていますで立位でも、えー、立位で立ってもらって、えー、骨盤の高さ 腸骨量を上から押さえて、天、えー、の高さが左右で違わないかどうかをチェックしています。で長い側に関しては、足が長い場合は、長い側、膝が曲がりやすくなる、膝が屈曲しやすくなって、胸骨下関節が肺内ですね、つまり、えー、背屈、外反、外転しやすくなると。で短い側に関しては、膝関節、進展しやすくて、胸骨下関節に関しては、 海外、つまり、低屈、外転、えー、内反ですあ。低屈、内転、内反の動きが出やすくなるというふう、えー、に、えーま、これは基本なんですけども、えー、このような動きが出やすいというところを頭に入れておく必要があると思います。で立位で評価するときに、 長い側、短い側が分かったら、短い側の方に板なりシートを挟んでいって、えー、骨盤が揃う高さを見ていきます。でその厚みを計測して、まあ、これぐらいの高さ、長さの違いがあるというところを認識するというところが重要だと思います。でアライメントに関しては、 FTA ですね。外側大腿肩骨角度を見ていきます。まあ、つまり大腿骨と肩骨の外側の角度を測ると。正常では175度。なので、これを見ていく。これは行外と立位で見ていきます。で、人体がですね、えー、人体に弛緩性がある場合などは、立位で、えー、さらに内反してしまうとか、そういったことが、えー 起こりうりますので、そういうところもチェックしていく必要があります。で、まあ、片足立ちにしたらさらに、え、緩、んで内反が強くなるととか、そういった現象を確認していく必要があると思います。あとは、室外骨の位置として、え、高さはですね、室外骨の高位か低位かというところ、あと内外側で変異がないかどうかをチェックしていきます。まあ、膝を得て内反膝がある場合などは、 えー、外側抗筋であるとか、長形人体帯が過緊張になっていて、室外骨が外側変異をしやすいという特徴がありますので、その辺をチェックしていく必要があります。あとは大腿骨の内外線、頸骨の内外線のチェックをしていきます。あと、チェック項目としては、Q アングルの評価などもあります。 まあ、から、あ、介入としましては、内反膝に対しては、え、電筋群のトレーニングが有効と言われていますし、しか、室外骨の可動性を改善していくことが、 重要かなと思いますあと側部に関して側部由来のその膝のアライメント以上に関しては靴ヒールの硬いものを履いてもらうであるとか内側縦アーチをサポートするインソールを履いてもらうであるとかそういったインソールの方を調節してアライメントを整えていくというところがあると思いますで回線に関わる筋の柔軟性を改善していきましょうというのはまた後で述べていきます で室外骨の動きなんですけれども、シンプルに考えまして、室外骨は上下、えー、内外側方向の4方向にしっかり動くかどうかを、えー、まず評価していくというところですね。で上部ですね、等側には大腿四頭筋と室外上方があります。で下,方下部ですね、下部の尾側には室外腱と室外下脂肪体があります。 で内側部分に関しては、内側室外主体、内側室外代替人体、内側室外蛍骨人体がありますで。外側に関しては、外側室外主体、外側室外代替人体、外側室外蛍骨人体と、長径人体がありますで。介入としましては、えー、上下、 えー、内外側方向4方向の動きをしっかりモビライゼーションで出していくというところが重要になりますし、室外情報に関しては牽引刺激を加えていきましょうと、特に中間抗菌を収縮させて牽引刺激を加えていきましょうという、あとは、えー、室外情報の関節推進のですね、 に対して介入していきましょうというところ。あと、室内か脂肪体をつまんで左右に揺らして柔軟性を改善していきましょうということがあります。で、膝関節の運動としましては、まあ、屈曲進展がありますけども、進展ですね、進展の最終域で肩体が外旋する動きのことをスクリューホームムーブメントと言います。まあ、これを自動。 多動運動運で見ていきましょうで進展可動域なんですけども特にですね最終域での進展可動域はどうかというところをしっかりとチェックしていきましょう。 まあチェックの仕方としては角度計でチェックしていくというのが基本ですし、まあベッドの床面に対して大腿骨、脛骨がどういった形をとって、アライメントを取っているかというのこところを見るっていうのもそうですし、腹外にしてかかとの高さが左右で違わないかどうかをチェックするという方法があります。 あともう一つは、業界で寝たときに、膝の質感のところを触ってみて、膝が曲がっているか、伸びているかを、微妙な角度変化をキャッチしていく必要があるかなと思います。特にです、ね、5度未満の進展制限をしっかり逃さずにチェックしていく必要があると思います。 あとは膝の屈曲可動域をチェックしていきましょう。まあ正常では140度ですけども、日本人で正座をする人は160度必要になります。で、まあ大体四頭筋やハムストリングス、ス大体筋膜腸筋の柔軟性であるとか筋力の方、えー、見ていきましょう。まあ腹筋、湿過筋も同様です。まあ介入としましては、 スクリーンホームムーブメントをしっかり誘導していきましょうというところと最終域での膝伸展トレーニングをやっていきましょうというところあと大腿四頭筋ハムストリングスの柔軟性を改善させて筋力の方を回復していきましょうというところあとはそれ,それぞれの筋肉に対して必要なストレッチを加えていきましょう。 えー、スクリューホームムーブメントについて詳しく説明しますと完全伸転移での膝関節のロッキングには約10度の、えー、硬い外旋が必要であるというふうに言われていますでスクリューホームムーブメントがなぜ起きるかということに関しては大腿骨内側下の形状つまり内側下が大きいということと前十,前十字人体帯の緊張ですね、まあん帯の緊張バランスと 大腿四頭筋特に外側抗筋が外側へ引く引いていくことによって肩体が外旋するというふうに言われていますでスクリューホームムーブメントに関しては3つの方が報告されておりまして外旋型内旋型終末内旋型があります、まあ、外旋型が正常で内旋型は60歳以降の人体が弛緩している時期に内旋型が起きていきます 終末内戦型に関しては、えー、関節弛緩性のある方に終、えー、末内戦型が見られる場合があるということですで。スクリューホームムーブメントの阻害因子として、えー、外線の正動因子 ですね、外旋が生きにくくなる因子として何があるかというところなんですけども筋肉としては質下筋、皮膚筋筋、筋、内側と半半膜腰,筋半腱腰筋白筋方向筋になりますつまりですね肩骨の内側面についていく筋肉が硬くなると肩体が外旋しにくくなるよというところになります。 人体に関しては、射出下人体、内側側腹人体、内側室外死体、外側室外死体、長径人体が言われています。運動連鎖としましてですね、肩の運動連鎖としまして骨盤が後傾すると大腿骨が外旋して、肩骨はさらに外旋するという連鎖があります。 さらにもう一つ骨盤前傾すると大腿骨が内旋して、えー、頸骨が相対的に外旋するというところが、えー、そういう連鎖があります、えー。大腿頸骨関節の評価なんですけども、大腿頸骨関節は2つに分けられて内側と外側2つあります。で 内側大腿肩骨関節の後方移動が制限される場合の制限因子としては、皮膚筋内側等の伸長性低下が考えられますまた前方移動、前方移動制限の場合は、内側ハムストリングスの伸長性低下が考えられます。 外側大腿肩骨関節の後方移動が制限される場合は皮膚腹筋外側等の伸長性低下が考えられますし前方移動制限が起こる場合は外側ハムストリングスと長径じ帯の伸長性低下が考えられます。これらに対して介入していくことが重要かなと思います。 ひざ、えー、関節屈曲時の大腿骨と脛骨の回線なんですけども膝を曲げた時に大腿骨外旋する場合ですね外旋パターンが起きる場合は大腿筋と外旋筋の伸長性低下が考えられますで大腿骨内旋パターンの場合は中腱筋小腱筋大腿筋膜腸筋の伸長性低下が考えられます 肩骨の外旋パターンの場合は、外側ハムストリングス長径靭帯の伸長性低下が考えられます。肩骨内旋パターンの場合は、内側ハムストリングス湿過筋の伸長性低下が考えられます。で、ハムストリングスと皮腹筋の柔軟性なんですけども、これをどういうふうに評価していったらいいかというところを、えー、言っていきたいと思います。 えー、股関節位置を変えたりですね足関節位置を変えることによって評価していきましょうということですで股関節屈曲位でひざ、えー、関節伸展制限が起きる場合はハム,ストリングスがハムストリングスに原因がある可能性があるとで足関節肺屈位で、えー、膝伸展制限がある場合は被腹筋であるとか側底筋に、えー、問題があると。 短縮によって、えー、膝伸展制限が起きている可能性があると考えられますで足関節 C に無関係で膝伸展制限が起きる場合は質過筋であるとか大体二頭筋担当の短縮によって、えー、膝伸展制限が起きている可能性が考えられますそして交差部位が癒着することによっても膝伸展制限が起きる可能性があると いうところですね。えー、介入としては柔軟性を回復していきましょう。ストレッチをしていきましょう。で、交差部位をしっかりとリリースしていきましょうというところになります。そして、千筋膜のアプローチですね。千筋膜に関しては、皮膚をつまんで、えー、上に引っ張り上げると。3秒ほどつまんで離すと。 いうところで、えー、骨の突出部位なんかの硬い部分を特にこれを、えー、丁寧につまんで離すという作業を繰り返していくということになりますでつまんで離すと、まあ、少し痛みがあるぐらいが、えー、だと千筋膜のリリースができているというところで千、えー、筋膜もひざ関節の可動域制限に関与していますので こちらも評価して介入していく必要があると思います。で最も表層にある皮膚に関しても可動域制限の制限因子となりうるので、まあ、動き左右前後に全体的にどの方向にも動くかどうかかくないかどうか飛行ですね厚みが厚くなっていないかどうか癒着があるかないかというところをまあ触って評価していく必要があると思います。 アライメントの影響なんですけども、下体が傾斜すると、ですね下体内側傾斜すると、MCL、下側部が伸長されますで、下体が外側傾斜すると LC、LCL、長径靭帯、外側ハムストリングスが、えー、伸長されます、そして側関節、側部に関しても、ひざ関節の動きであるとか、ひざ関節の C に影響を与えていきます。 えーまあ、絶対ではないんですけども足関節、背屈するとひざ関節、屈曲しやすくなると足関節、低屈するとひざ関節が進展しやすくなると言われていますで側部、肝内ですね側部内・内の動きに関しては三平面運動で、えー、背屈、外転、外反が混じった運動側部、肝内が起きるとひざ関節は屈曲しやすくなると。 で、側部、海外ですね。海外に関しては、低屈、内反、内転の動き、三平面運動が起きると、膝関節が進展しやすくなるというふうに言われています。で、骨盤の影響なんですけども、まあ、わかりやすく言いますと、えー、骨盤を前傾すると、膝関節が進展しやすくなると。 骨盤が後傾するとひざ関節が屈曲しやすくなるというふうに考えられます骨盤前傾ですね骨盤前傾を腰椎から考えると腰椎伸展骨盤前傾ひざ関節伸展になります、はい、で骨盤後傾の方は腰椎が屈曲骨盤後傾膝関節屈曲というふうな流れになりますはい でもう一度すべてのところを読んでみますと骨盤ですね、えー。上の方は腰椎、伸展骨盤、前傾、股関節、屈曲、内転、内線。そうすると膝関節が伸展外反、外線します。で、虚骨化関節は開内するというふうになっています。 えー、下の段に関しては、腰椎、屈曲、骨盤、後傾、股関節、伸展、外転、外旋、膝関節、屈曲、内反、内旋、胸骨下関節、海外の流れになっています。まあ、これはまず基本のパターンとして、えー、頭に入れておくといいかなと思います。で、 立位姿勢ですね。先ほどの骨盤の動き、骨盤後傾すると膝が曲がりやすくなる。前傾すると、えー、膝が伸びやすくなるといったことが、えー、起きてきますので、立位の評価をきちんとしておくことが重要かなと思います。で、胸椎と腰椎の状態を表現していると とということで高腕前腕型には胸椎が高腕で腰椎が前腕して,いますしていますよという表現になりますし高腕平坦型は胸椎が高腕していて腰椎が平坦化していますよということになりますで高腕前腕型に関してはカ放指数シスロードシスポスチャーと言われていて姿勢としましては 頭部前方位、頸椎伸展、胸椎後腕、腰椎前腕、骨盤前傾、股関節屈曲、膝関節軽度伸展、足関節軽度低屈になります。これが短縮筋としてはどこが短縮しているかというと、頸部の心筋群ですね、心筋群、腰部脊柱起立筋群、腸腰筋になります。 で、あと、大腿腸筋、大腿筋膜腸筋というふうになりますね。えー、で、弱化筋としては、頸部屈筋群、上部脊柱起立筋群、腹筋群、大腱筋、ハムストリングスになります。えー、だから、後腕前腕型に対して、基本的な、えー、修正エクササイズというのは、 えー、腸腰筋、脊柱、起立筋群を、えー、伸ばしていきましょう、伸長していきましょうで、鍛える筋肉としては腹筋群、大臀筋、ハムストリングスですよというところになってきます。で、後腕平坦型スウェーパークポスチャーですね、これは、えー、人体に乗っかかるような感じで、えー、歯間姿勢とも呼ばれてますが、えー、この姿勢の特徴としては、頭部前方位、頸椎、軽度、伸展位、頸椎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  上部体幹の後方変異を伴う長い胸椎後腕そして腰椎の平坦化骨盤の後傾股関節過伸展、ひざ関節過信点臨床的にはひざ関節屈曲も見られますだから四関節中間位というのが、えー、姿勢の特徴になりますで、えーまあ、先ほど言ったみたいに骨盤後傾に対してはひざ関節屈曲がセットになってくるよというところ ですね、で弱化筋ですねこの弱化している筋肉としては頸部屈筋群腸腰筋大臀筋大腿直筋外腹斜筋上背部の筋群になりますし短縮筋に関してはハムストリングスになりますつまり骨盤後傾の修正エクササイズとしては、えー、腸腰筋大臀筋を 鍛えていきましょうというところとハムストリングスをしっかり伸ばしていきましょうというところが基本的な介入の方針になりますで兵配に関してはフラットバックポスチャーで えー、頭部前方位頸椎軽度伸展胸椎の上部が屈曲胸椎の下部は平坦ん化腰椎の平坦ん化骨盤後傾股関節伸展膝関節屈曲足関節軽度低屈になりますでこれも弱化筋は腸腰筋で、えー、短縮筋はハムストリングスなので、えー、腸腰筋を鍛えてハムストリングスを伸ばしていきましょうというのが基本的な、えー、アプローチになります ひざ関節が伸展制限がある場合はです、ね、そして骨盤後傾になっていて、えー、膝に伸展制限がある場合は骨盤後傾のための修正エクササイズというのをやっていく必要が、まあ、大きな方針としてあるかなと思います。 膝だけを伸ばしても結局骨盤後傾していると膝が伸びにくい立位や歩行で膝が伸びてこないというところがありますのでしっかりと膝を伸ばしていく運動にプラスして脊柱のアライメントを整えていくというところを並行してやっていく必要があると思いますで この、まあ、骨盤後傾の修正エクササイズとしては1番が、えー、両側の大殿筋を強化していきましょう2番がハムストリングスの性的ストレッチングをやっていきましょう3番が大腿直筋の筋力強化運動をやっていきましょう4番が大腿四頭筋と大腿四頭筋を強化してハムストリングスを伸ばしていきましょうあと腸腰筋の強化運動をしていきましょうであとはですね後傾の立ち方を 後傾をしっかり壁につけてですね、立位で壁に背中をつけて、立位姿勢を直していきましょうというところと、えー、外腹斜筋の強化運動をやっていきましょうというところ。で、もも上げ歩行をやっていきましょうというところで、えー、腸腰筋を鍛えながら、 ですね、まあできたらハムストリングスも伸ばしながら、えー、歩行をするトレーニングをすることによって骨盤後傾を修正していきましょうということになりますこの骨盤後傾を修正することによって膝が伸びやすくなるというところになりますし膝の進展制限をとっていくことによって、えー、骨盤後傾が修正されやすくなるということがありますのでお互いがお互いを、えー 良くしていくというところで両方に介入していく必要があると思いますで。歩行分析をどうやって行っていくかなんですけども、まあ、今までやってきた評価ですねアライメント評価であるとかどういった運動をするとどういった膝の形になると痛みが出るかとかそういった評価を総合してですね、えーえー、歩行像を自分の中で作り上げていくイメージしていく。 イメージ像をまず作り上げるとというところですねで歩行の中ではこの疼痛の引き起こす動きはこれじゃないか過重を投棄で膝が曲がるから痛い過重を投棄で膝が内反するから痛いとかそういったところを、えー、仮定して実際に歩行を見ていくと、えー、いいかなと思います。 つまりですね、自分の作り上げた自分の歩行像のイメージと、問題点を仮定したものをですね、歩行の中で確認していくという作業になってくるかなと思いますので、今までやった評価、立位姿勢の評価、姿勢の評価をすべてトータルに混ぜ合わせて、歩行がどういうふうな形で行われているかという、あらかじめ予測した 上で、えー、実際に歩行分析をしていくという、えー、作業を繰り返し行うといいかなと思いますで。あとはですね、膝が痛い方に関しては、歩く前は痛くないんだけども、歩いている途中で痛みが出てくると、歩いている途中で痛みが出てきた場合は、まあ、その動きを即時的に抑制すれば、 痛みが減るかもしれないので、そう痛みがポンと出てきたときは、えー、それに対する対応策を患者さんに言って、痛みが即時的に減るのかどうかといったことを評価していくことで、痛みを引き起こす動作が何かということを同定するときに、えー、非常に役立ちますので、ぜひともやってみてください。 で膝を追に対するエビデンスなんですけども、まあ、大,きい大きな運動としてやはり有酸素運動であるとか筋力トレーニングであるとか減量が効いてきますよというところで、えー、やっていくと。 で、インソールもアライメントを整えるのに有効ですし、杖に関しても膝の負担を減らしていくと、おおむね10%程度減らすことができますので、杖も有効ですよというところで、これらをエビデンスの強いものを入れていくというところですね。 当然、えー、関節可動域運動であるとか、筋肉の柔軟性の回復であるとか、千筋膜とか皮膚の、えー、動きを良くしていくということはもちろんやっていきますし、膝の動きを学習、いい動きを学習していくというところをやっていくんですけども、ある程度そういう運動ができてきたら、できる運動として、自分でできる運動として有酸素運動であるとか、筋力トレーニングをどん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 入れていって、 運動療法の厚みを増していくというところが重要かなと思います。で、杖に関しては、えー、荷重量自体ですね、関節、膝にかかる荷重、えー、圧迫力自体を減らすというエビデンスもありますし、もう一つの効果としては、えー、杖を使うことによって足の動き、膝の動きが安定するんですね。つまり同じような膝の動きをできる。 というところで、えー、膝の不安定感がなくなることによって痛みが減るという効果もありますので、えー、杖の使用というのは、えー、やってみて痛みが減れば、えー、かなり杖は有効かなと思います。でただしですね杖に依存した歩行ではそのバランス機能が改善しなかったりとか膝の動きですね正動した膝の動き 理想的な軌道での膝の動きをいつまでたっても学習できないというところもありますので、まあ、うまく徐々に失礼から離脱できれば離脱していく方向でやっていくというのが重要かなと思いますで痛みを伴うひざ関節の進展制限のまあ介入例について、えー、少しお話ししたいと思います ま,まずですね患者さんが来たら、えー、圧痛を確認していきますね。圧痛を確認して、えー、今日の痛みがどうかというところ、昨日と比べてどうか、全体として痛みが良くなっているのか、悪くなっているのかというところを考えて、活動量の調整、えー、負荷の調整に役立てていくというところになります。でまあ、大きく、本当にシンプルに考えていくと、室外骨の モビリゼーションをしてしっかり室外骨の動きを出していきましょうというところで進展するときは室外骨は等速の方へ動くので、まあ、特に等速への動きを中心に全、まあ、方向の動きを出していくというところになります。 でまあ、室外骨に付随する動きとして、等速に動く場合は、室外腱とか、室外科脂肪体が制限因子になりうりますので、まあ、そこのリリースであるとか、柔軟性の改善をしていく、同時にしながら、室外骨そのものも動かしていって、モビリゼーションをかけていくというところになります。で 広報組織ですね。ハムストリングス、皮膚筋、皮膚科筋の柔軟性をしっかりと回復していきましょうというところです。でこれに関しては、横断マッサージであるとか、えーま、リリースをかけていくとか、えー、交差部位での癒着をとっていくというところですね。それらら、をしながら ストレッチをかけていく SLR をしてストレッチをかけてもいいですし腸剤でストレッチをかけていくというところをしながら広報組織ですね湿過筋質過部の柔軟性を改善していくというところが重要かなと思いますあとは皮膚千筋膜に関しても特に千筋膜に関してはつまんで動きの方あ 全筋膜のリリースをしていくというところになります。で、えー、柔軟性が回復できてきたら、ひざ関節、進展最終域での筋力を回復していくというところになりますので、えーまあ、一番その膝 が動きづらい、進展しづらいとこでの筋力をしっかりと回復していく必要があるかなと思います。もちろんですね、屈曲位からの進展もやっていくんですけども、特に重要視すべきは膝関節進展最終域でしっかり収縮が出せるように、調、えー、剤で膝進展位で、えー 骨盤前傾位にしてハムストリングスを慎重位にした状態で大腿頭筋の収縮を入れていくという形でやっています。で、電筋群の強化であるとか外線筋群の強化をやっていくというのも重要ですし内転筋群に関しては特に大内転筋に関しては、えー、歩行時にですね身体を 情報にあげる働きがありますので内転筋群の強化もしっかり行っていきます同様にですね大殿筋先に言った大殿筋に関しても身体を情報に開げる作用、えー、膝関節を進展する作用がありますのでしっかりと、えー、転筋群の強化をしていくというふうが大事かなと思いますで殿筋群に関してはブリッジ運動なんかをしていると大腿骨が外旋してしまう 反応がよく見られますので、大腿骨が外旋しないように、えー、中間位もしくは少し内旋するような意識で、電筋群の強化を図っていくと。で、この大腿骨の外旋がですね、えー、大腿骨外旋して、肩位が外旋して、膝関節が進展という流れがありますので、えー、大腿骨を外旋させない、させない状態での電筋群のトレーニングというのは重要かなと思います。 で、ハムストリングスももちろん、えー、重要、筋肉、筋力が重要ですし、えー、前頸骨筋であるとか、カーフ筋ですね、もう重要で、特に、えー、カーフ筋に関しても、えー、アーチですね、アーチをしっかり保持する作用がありますので、アーチを保持する作用、あアーチを保持する筋肉に関しては鍛えていって、えー 側部が過剰に介内するのを防ぐ目的で、カーフ筋であるとか、前傾骨筋をしっかり鍛えていきましょうというところになります。で、骨盤後傾の修正エクササイズを、えー、同時に行っていくと。膝を伸ばす練習、膝伸展制限を取るための練習と、 えー、骨盤後傾を取るための練習をすることによって、えー、腰椎骨盤から膝が進展するという流れで膝が伸びるというところから骨盤が前傾腰椎が進展するという流れを作ることができますので、えー、相乗的に 姿勢も良くなり膝も伸びてくるという効果が得られますので骨盤後傾の修正エクササイズをしっかりやっていきましょうというところで大腿筋を強化する腸腰筋を強化するというところが大事かなと思いますでハムストリングスを伸ばしていくというところ重要だと思いますでこの骨盤後傾の修正エクササイズをした上で立位をしっかりチェックして自分の立位姿勢はこうなんだよっていうところを 確認すするとというところですね確認した上でスクワットでの運動をしていくと膝が外反してしまわないようにとか内反しないようにとかそういったところを意識したりとか左右均等にしっかりと加重しながらスクワットを行うであるとかそういったことをやっていて加重位での理想的な運動を 反復して覚えていくというところが重要になってきますで非常に運動の方を意識して逸脱した運動を起こさないように意識を集中させてやっていって徐々に無意識でもできるようにやっていくというのが重要かなと思いますでヒールレイズに関しても立位姿勢をしっかりと意識して膝伸進展 骨盤前傾を意識してヒールレイズを行っていくことが重要かなと思いますしヒールレイズに関しては前後ですね前後足を開いて前足部にしっかり体重を乗せた状態でのヒールレイズもやっていてターミナルスタンスとプレスイングの改善を目指していきますで歩行練習に関してはえまあ杖ではドッポーでは不安定で痛みが強い という場合は杖を使ってもらって、えー、膝にかかる荷重量を減らすというのがまず1つで杖を使うことによって膝の動きが安定的に行うことができる、えー、いつも同じような運動を 行うことができる。変動幅が少ない膝の動きができるようになって、それによって膝の痛みが抑えた状態で距離を稼ぐということができますので、まずは精を持って練習していって、徐々にドッポの方へ移行していくというところ、で、屋内から屋外の方へ移行していくということを、まあ、膝の痛みの経過を見ながら、炎症の経過を見ながらやっていくといいかなと思います。 で階段昇降の練習に関しても、昇、えー、段と後段ですね、を、まあ、ゆっくりと、まあ、最初1足あ、2足1段でやっていって、徐々に1足1段に持っていくということでやっていったらいいかなと思います。で手すりももちろん使えばいいですし、えー、痛みが減ってきたら手すりを持つ量を減らしていって、えー、手すりをなくしていく。 という方向。あと動きに関しても最初はゆっくり行って、えー、徐々に普通の速さに持っていくという形でやっていくといいかなと思います。 で自転車エルゴメーターですねある程度膝が痛みなく動かせる範囲が拡大してきて、えー、膝の運動学習も進んできたら自,自転車エルゴメーターを入れていきますで自転車エルゴメーターに関しても理想的な膝関節の動きを再現を意識させてやっていただくというところで、まあ、時間はなるべく長く、まあ、45分 をマックスととしててやっいいいければいいかなと思いますでボルグスケールで言うと13、まあ、ややきついを上限として、まあ、ややきついから楽であるの間で運動が継続できる範囲で時間は45分をマックスとしてやっていくというところ。でその 20分とか15分でもいいと思うので、自分ができる範囲で、えー、有酸素運動をやっていくというところですね。で、有酸素運動をやることによって、膝の痛みがないかどうかっていうのをも,もちろん確認して、なければ時間であるとか、距離を徐々に増やして、あ負荷を増やしていって、えー、やっていけばいいかなと思います。で、時間を伸ばすのが嫌だっていう場合は、負荷を上げていって、まあ、ややきついでできる範囲で、 効果を上げてていって自転車イロメーターで持久力をつけていくで、まあ、減量の方向へ持っていくあとはやはり膝を動かす回数が増えることによってその痛みの除去にも効果的な場合がありますのでそういったことにも使っていったらいいかなと思いますそしてこの有酸素運動をすることによって体温が上がりますのでこの体温が上がった後に ひざ関節、伸展の RM 練習をやっていくと。で、質化の,の後方組織が伸びやすい状態になっていますので、このゴールデンタイムを逃さずに、えー、膝の伸展 RM 練習をしていくという形でやっていくといいかなと思います。で、ここまでやったことをですね、 えー、自分でもできるようにデザインして、えー、患者さんがなるべく1人でできる運動療法というのを多く取り入れていって、えー、いくということが重要だと思います。で膝の動きを意識させる立位の姿勢をしっかり自分でも感じてもらって、えー、分かるようになるそして修正できるようになるというところが え重要かなと思いますその膝ざ応援に関しては完全にその場限りで手術したからいいとかそういうもんではないと思いますのでやはり今後の生活でもつきまとう問題で、えー、運動療法を継続しつつ自分の姿勢に関しても内省力を高めつつ えー、付き合っていく必要があるかなと思うので、普段やっている理学療法にいかにして自主トレーニングに落とし込んでいくかというところを、えー、中心に据えて、えー、やっていくといいかなと思います。はい。今日は以上です。